皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は日本の宇宙開発の歴史の続きをしていきます。前回はどこまでやったんだっけ。 H2A ロケット試験機2号機をやったわ。じゃあ今回は3号機か。そうね、2002年に打ち上がった3号機だね。今2021年だぜ。あとどんだけあるんだよ。今の時点で43号機、10月25日に44号機が打ち上がる予定だね。あと41発分あるのか。めまいがしてきたな。ワクワクして興奮するのもわかるけど、落ち着いていこうね。ちげえよ、もう41発分まとめてやってくれよ。期待には応えられないわ。さて、試験機2号機の打ち上げからおよそ半年後の2002年9月10日に、データ中継技術衛星こだまと無人宇宙実験システムのユーザーズが H2A ロケット3号機で打ち上げられて、ユーザーズは高度およそ500キロの軌道に投入され、こだまは分離後高度およそ3万6000キロの静止軌道に向かって高度を上げて無事に到達したわ。っていうか、こだまとユーザーズって聞いたことないな。そうなの。じゃあ今回はこだまの解説をして、ユーザーズは後でやるけど、こだまは人工衛星と地上の間の通信を中継してくれる衛星で、高度300キロから1000キロにある衛星が対象になるわ。中継すると何かいいことがあるのか。そうね、これを見て。これは何なんだ。この明るいところが低軌道にある衛星の通信可能範囲よ。この範囲でしか通信できないのか。そうね、高度が低いからこれだけの範囲でしかできないし、衛星は地球を周回してるから数分から10分くらいしか通信できないし、通信の続きをするためには次の上空通過を待たないといけないわ。待ち時間の方が圧倒的に長そうだな。その待ち時間ってどのくらいだと思う？地球を一周するのにだいたい90分くらいって聞くから、それくらいだろ。甘いわマリサ。例えば国際宇宙ステーションの場合、赤道に対しておよそ51度の角度をつけて周回しているから、次の上空通過も同じところとは限らないわ。ああそうか、地球が自転しているからか。特に地球の南北を通過する極軌道の衛星は長くてね、もし地上の通信施設が日本にしかなかったら何日何十日も待たないといけないよね。うへえ、そんなに待つのかよ。そうしてる間に観測したデータをどんどん貯めていくから、地上へ送信しなきゃいけないデータは膨大な量になってるわ。送信できないからな。衛星内部に保存できる量ってそんなに多くないし、短い時間でできるだけ多くのデータを地上に送らないといけないから、衛星内部でデータを圧縮してるんだけど、圧縮中はコンピューターリソースをそっちに取られているから観測できない衛星もあるんだよね。その間も周回してるわけだから観測していないところができちゃうな。それに衛星に何か問題が発生しても通信ができなかったらしばらくわからないわけだから、だから JAXA などの宇宙機関は世界中に通信設備を設置していて、 JAXA の場合は海外に4カ所設置して通信可能時間を少しでも多くしているわ。へえ、それなら問題なさそうだな。本当にそう思う？何かあるのか？例えばアメリカの場合、低軌道を周回する有人宇宙船と通信するために、アメリカを含む5カ国と海上に計18カ所の通信設備を置いていたけど、それでも通信できない空白の時間が多かったからね。18カ所もあるのにか？だってこの範囲だよ。これを18カ所に置いたって全域をカバーできないわ。確かにそうだな。それから時代が進むとともに技術も進歩して、スペースシャトルの時代になってからは地上の通信設備の代わりに静止軌道上にデータを中継する衛星をいくつも配置して、通信の空白時間帯を極力減らしたわ。このデータ中継衛星シリーズを TDRS と言うんだけど、低軌道の衛星やハッブル宇宙望遠鏡、宇宙船、国際宇宙ステーションなどの通信を中継しているわ。シリーズってことは何機かあるのか？今は現役が8機、引退後の予備が2機あるね。それでもめっちゃ多いな。本当は3機あれば地球全域をカバーできるんだけど、アメリカさんは運用してる機体が多いから数多く展開しないと通信帯域が足りないのよ。あそこはいつもどこかおかしいな。日本はそんなアメリカの TDRS に頼ってるからね。おかしいなんて言ったら回線を絞られちゃうわ。恐ろしいな。そんで日本の話に戻るんだけど、さっきデータ中継衛星なしの場合の通信範囲を示したの覚えてる？ああ、日本くらいのサイズのやつな。データ中継衛星を1機投入した場合こうなるわ。すげえな、1機投入しただけでこんなに広がるのか。
これは高度およそ3万6000キロという高いところから電波を発射してる音形なんだよね。そっか、より遠いところから電波を出すとそれだけ広がるからか。ちなみに2機投入した場合はこうなるわ。全域をカバーできるまであとちょっとだな。そうね、3機投入すれば全域をカバーできるね。ならさっさと3機投入しちゃった方がいいな。それはちょっと早いわ。日本はこれまで衛星のデータを中継する実証試験を過去に2度やってきたけど、専用の衛星を打ち上げる実証試験はまだ一度もやってないわ。本格展開をする前の総仕上げがまだってことか。ちなみにどうやって衛星間の通信を始めるのかっていうとね、こだまは対象となる衛星がどんな軌道を通ってどこにいるのか記憶してて、こだまから見ていつどの方向から現れるか知ってるんだよね。へえ、頭いいんだな。こだまから見える時間になったら対象の衛星の方向へ誘導用のビーコン電波を発信して、対象の衛星はそのビーコンを手がかりにこだまにアンテナを向けて自動追尾開始。対象の衛星の準備ができたらこだまへ準備できたよという信号を送信。その信号を受信したこだまはじゃあデータ送ってくれという信号を送信して、受信した対象の衛星がデータ送信を始めて、こだまがそのデータを地上に送信するっていう手順ね。呼びかけに応えるって感じか。このこだまの実証実験には全部で4つの衛星が対象となってて、2002年12月に打ち上げられた環境観測技術衛星ミドリ2、2002年3月に打ち上げられたヨーロッパ宇宙機関の地球観測衛星エンビサット、2005年に打ち上げられた光衛星間通信実験衛星キラリ、2006年に打ち上げられた陸域観測技術衛星大地、以上の4機を対象に実証していった結果、対象の衛星から地上への通信速度が最大 120Mbps だったのに対して、こだまを中継すると最大 258Mbps になって効率が良くなったわ。すげえな、2倍になってる。その他に姿勢制御も難しさも克服してて、衛星を追尾するために大きなアンテナを動かすから、こだま自身もアンテナの動きにつられてグラグラしちゃうんだよね。地面に固定してるわけじゃないからか。グラグラさせないために本体内部にある姿勢制御装置とアンテナの動きを強調させて制御しているわ。衛星がひっくり返ったりしたら実証どころじゃないもんな。そして2009年くらいにこだまにとって大きな仕事ができたわ。どんな仕事なんだ？日本の実験棟希望のデータ中継よ。どういうことだ？希望には衛星間通信システムっていうのがあって、アメリカの回線に頼らず希望から筑波宇宙センターと通信できるものよ。日本独自の回線ってわけか。データ中継衛星がなけりゃこんな感じになっちゃうから、こんな感じでアンテナをこだまに向けて中継してもらってたわ。こだまが3機体制になったらアメリカに頼らなくてよくなるな。そんで次のこだまはいつ打ち上げたんだ？え、これっきりだけど。え、いや2機3機やると全域をカバーできるんだろ。その実証試験とかしなくていいのか？マリサ、こだまはどこの国の衛星だと思ってるの？日本の衛星だろ。ということは？お金か。対象かい。もともとこだまを打ち上げた後の2年後に2機目を打ち上げて2機体制とする計画だったけど、国の財政状況が厳しいから宇宙計画の見直しをせよということがあってね。その煽りを受けてこだまを打ち上げる1年前の2001年に1機体制へ変更されたわ。まあ仕方ないな。ここでこだまがあってよかったねっていう主な成果をいくつか紹介するわ。ちょっと気になるなそれ。まずはこれ。なんだこれ。ブラジルの違法伐採の状況よ。灰色の部分が森林、黒っぽいところが伐採されたエリアね。11年間で随分と広がったな。ブラジルでは森林保護のために伐採を禁じているんだけど、業者が違法に伐採してそこに大豆などの作物を植えてるんだよね。農地を増やしてるのか。その伐採速度がとても速くて、1年間で四国くらいの面積を丸裸にしてるそうよ。めちゃくちゃな速さだな。違法伐採業者は数週間にわたって一箇所で伐採を続ける傾向があるから、大地で観測した画像をこだまが中継して地上へ送り、ブラジルに提供して取り締まりしてるみたいね。警察のヘリみたいな感じだな。次は2008年に発生した中国四川省の大地震ね。国際災害チャータの依頼で大地で観測した画像がこちらね。これはどう見ればいいんだ？黄色い丸のところは地震で土砂崩れが発生しているところよ。そんなのもわかるのか。地震後の災害状況を知らせなきゃいけないから。
大地で観測した後、小玉に中継してもらって、データをすぐに取得。そのデータを国際災害チャータに送信したわ。大地も小玉も活躍してるんだな。最後に2011年3月11日に発生した東日本大震災ね。もうあれから10年か、昨日のように思うよな。地震発生直後から大地による緊急観測をしていて、政府や関係省庁、自治体などにデータ提供していたわ。これも小玉がデータを中継していたのか？そうね、他と同じように1分1秒を争う事態だから小玉でデータを中継して提供していたね。こういう災害の時にも頼りになるんだな。大地が観測したものの中から何枚か紹介すると、最初はこちら。これは宮城県の仙台湾かな。そうね、地震前と地震発生から3日後の画像を見比べてみると、海沿いを中心に色が緑色になってるところって何かわかる？これってもしかして津波がここまで来て冠水したところよ。ここまで来るのか。ちなみにここが仙台空港ね。冠水してるな。それとこれってなんだ？津波に流されたと思われる浮遊物よ。よく見てみると仙台湾のあちこちにあるのがわかるわ。それだけ大きな津波だったんだな。次はこちら。ここは岩手県の陸前高田市なんだけど、湾のところに大量の漂流物が押し寄せているわ。これみんな漂流物かよ。他に平野部全域が冠水してしまってるし、建物の数も減ってしまってるわ。みんな流されちゃったんだな。最後はこちら。これはひどいな。福島県南相馬市小高区付近ね。農地も建物もみんななくなってるな。さっきのもそうだけど、農地や建物があるところには人もいたはずだからね。そうだよな。こういう風に観測したデータを中継するとすぐに受信することができて、欲しいところへ渡せるってことね。なあ、これって情報収集衛星とかも中継してたのか？情報なんとか衛星ってのがよくわからないんだけど、センシティブな衛星はセキュリティ上の理由で専用の通信設備を設けるのが当たり前だから、多分してないんじゃないのかな。知らんけど。知ってるくせに平気な顔してよく言うぜ。この小玉は打ち上げからおよそ15年間稼働し続け、2017年8月5日に引退したわ。どこか壊れたのか？引退の3ヶ月前にスラスターが不具合を起こしてね。原因はヒドラジン燃料を高温ガスにする触媒が老朽化で推力を出せなくなったわ。噴射できなくなったってことか。いずれ他のスラスターも壊れて軌道を維持できなくなってしまうことが予想されたから、まだ生き残っているうちに墓場軌道へ移動させるために、7月31日から移動を開始して8月5日に到着したのを確認してから運用を停止したわ。墓場軌道ってなんだ？高度およそ3万6千キロの静止軌道より300キロ前後高いところにある軌道のことで、他の静止衛星と干渉しないように墓場軌道に移動させるのがセオリーね。それって大気圏再突入させたりしないのか？そのためには大きなエネルギーが必要だから現実的じゃないわ。それに地球へ向けて航行中に他の衛星との干渉するリスクもあるしね。そうなんだな。墓場軌道に到着したら爆発リスクを減らすために、中に残っている推進剤を排出してバッテリーを放電して切り離すわ。へえ、じゃあ小玉も同じことを？そうね、およそ26キロの推進剤を排出してバッテリーを切り離した後、低波コマンドを送信して運用を終了したわ。そこまでやってるのな。立つ鳥、後を濁さずって言うしね。うまいこと言うな。ふふふ。やっぱりキモかったわ。次回はユーザーズについて解説します。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。